はい、えー、今回の音声ブログのテーマは仲介手数料を払って借りる人がいるのが信じられないというお話ですそのままですね、えー、何か買ったりサービスを受けるときって当然お金払うじゃないですかで例えばマックのハンバーガー今110円なんですで110円って価格が当たり前じゃないですかでも例えばこのハンバーガーに仲介手数料として50円を上乗せしてもいいよって制度があったら お店によっては企業努力して110円のまま売るところもあれば上限額いっぱいの160円で売るお店も出てくるはずですよねでも物は変わらないんです皆さんが今イメージしているあのマクドナルドのハンバーガーに値段の差が出るとしたらそりゃ安い方がいいじゃないですかで不動産の仲介手数料って端的に申し上げるとこういうことなんです六本木ヒルズ男の不動産を通して借りたって あの六本木ヒルズなんですよだから、仲介手数料1ヶ月分かかる町の不動産屋さんにこう来店されている方を見るとどうしても信じられないんですよね。だからもっと仲介手数料0円の部屋探しのハートサポート、まあ、これが広がってほしいななんて思います。